どうもこんにちは、ハンドです。今日も、ダークレースの続きをやってまいります。よろしくお願いいたします。さてと、しばらくの間ですね、裏でレベル上げをしていました。地下墓地のとこでね、レベル上げ始めやってたんですけど、あまり効率が良くなくてですね、生贄の迷宮に、迷宮っていうか、なんだっけ名前、生贄の洞窟、ここで、まあ、以前の動画でもね、ゴブリンがめちゃくちゃ出てましたけども、ゴブリンがね、大量発生、無限湧きしてるっぽいんでね、そこで延々狩りをしてました。ということで、全員レベル4になったんで、まあ、そろそろいいんじゃないかなと思いまして、じゃあまあね、墓地の方に行ってみましょう。このね、ダンジョンに入る時の時間がちょっと長いんだよね。まあ、98とは言ってもね、V30 なんで、そこはちょっとご容赦いただければと思いますよ。やっぱ286とか386とか、ね、欲しいなと。まあ、上見るとね、だんだんこう霧がなくなってしまいますんでね。でも結構比較的 V30 でも快適にゲームができてるんでね、結構 V30 でも頑張れるやんとかってね思っておりますけども、ただまあハードディスクなんかにインストールするのを前提としたゲームとかそういう世代になっちゃうとね、厳しくなってくるんでしょうね。まあ、基本的に俺がやりたい98のゲームって、ディスクオンリー時代のゲームが大半なので、わあ、いっぱい出てきたな。しかしアンデッドとかとこういう人間のキャラクターがなんか協力し合ってるんですね。なんであいつは襲われないんだろうか。あれなんか道間違えた。あ、間違えましたね、逆だ。あいつには何の魔法効くんだっけな。それでいいか、マジックミサイル。あんま効かないな。あ、こいつか。なんかね、遠くからいるとき色で判別しづらいんですよね。あの赤いやつは確か風の属性に弱かったと思いますね。おお、わあ、アスクとかね、シオンとか、少し装備を、買ったりとかね、したんですけど、だいぶ強くなってはいるはずなんだけどね、それでも結構、ああ、でもアスクだけじゃないか、結構食らっちゃってますね。なんかさっき、配信外で来たと、配信っていうか、録画してないとき、ね、このダンジョン来た時こんなにいっぱい敵出なかったんだけどな。ちょっとね、現状回復手段が ないというかね、まあないことはないんだけど高すぎちゃってさ、
アスクやべえな。さあ、ここから先はね、ちょっと行ったことないんですよ。こっち側行ってみっかな。おお。あ、いるね。グール。光の魔法かな。あ、グールじゃなかったのか。まあいいか。ちょっと、来てもらおう。こういう場合ってさ、全員パスしないといけないのかな。そこはちょっとめんどくさい。ボタン一発で全員パスとかあればいいんだけどね。はあ、こうなってんのか。ちょっと変わった形してるな。ゲームしてて痛いとか言っちゃう人は痛くないですかね。いまだにゲームやっててダメージを受けると痛いとか言っちゃうんだけど、でもね、子供の時と違ってレースゲームとかやって体が傾いたりとか、コントローラー持ってる手がね勝手に動いちゃってたりとか、そういうことはなくなりました。昔はあったね、ちっちゃい時は。なんかハンドルを右に切りたい時にコントローラー自体右の方にギューって持ってっちゃったりとかね、ありましたけどね。ジャックが叫んだ。どうした？こっちじゃ、こっちじゃ。この通路を南に行くのじゃ。あともう少しじゃ。一応セーブができる用意はしてきたんだけど、セーブしちゃって大丈夫かな。アイテムをね、ちょっといろいろこのゲームアイテムがすごく高いんですよね。なんですけど、ダンジョンの中でセーブできるアイテム、この時の書ってのはね、意外に安くて11ゴールドだったんですよ。じゃあ使いましょうか。よし、これでセーブしたと。でもセーブポイントが1個しかないのがね、どうにも。ジャックは右側から攻撃を受けた。イベントじゃないのか。ここか。ここっぽいな。部屋の中に明らかに人間のものではない白骨が転がっている。ジャックが声を上げた。ここじゃ、ここじゃ。この部屋にあの門番を閉じ込めたのじゃ。やはりあれから何年も経っておるから、ダークレイスのモンスターとて生きてはおらなんだか。さてこやつ鍵は持っておるかな。アンデッドとして出てくるんじゃないの。大丈夫。部屋の中に明らかに人間のものじゃないと思って探しますか。白骨の下に光るものがある。ジャック声を上げた。やはりこやつめ、鍵を持っておったぞ。生贄の洞窟の鍵を手に入れた。どんな材質でできているのか、鍵は全く錆びてはいなかった。なんだ、襲ってこないのか。よっしゃ、じゃあ帰りましょう。なんだね、あのセーブするアイテムもったいなかったな。でもね、俺こういうゲームってマウスでやるの結構苦手なんだよね。よし、
しなんとか命からがら帰ってきましたね。一応あれ買っとくか。さっき言った時の、あ？あ、違う。間違えた。よし、じゃあね、鍵を手に入れましたので、生贄の毒性、行きましょう。このドアには鍵がかかっている。鍵を開けますか？はい。生贄の洞窟の鍵を使って鍵を開けることができた。わあ、結構広いんだな。まあ手前からどんどん入ってってみますか。こいつらしかいないんだったらまだいいけどな。お、なんか強いのがいる。オブゴブリンか。まあでも強いっつってもそんなに。まあちょっと魔法もったいないから、てかいっぱいいんな本当に。あれ、ホブゴブリンか。あいつにも同じ魔法が効くのかどうかやってみましょう。あー、もう効かねえな。あ、そっか。なんか、あれだな。遠隔攻撃できるものを、ちょっと買ってくればよかったね。そろそろ、アスクにね、持たせようかなと思ってたんですよね。おお。あれ？あ、抜けてきただけか。なるほどね。しかしお前らなんか仲がいいな。仲良しだな。サーチ。こっから見て右側の扉はここもここもここも意味ないと。こっちは？この部屋は安全そうだ。休憩しますか。なるほど。ここで携帯食料か。なるほどね。でもまだいいか。でもああいうのがあるとこの後ボス戦があるんじゃないのっていう、そういう懸念もある。扉いっぱいあんね。あ、何？あ、オーク。突然アスクが叫んだ。フレイヤ姉ちゃんの声が聞こえる。違う、声じゃない。心の中に直接呼びかけているんだ。どこからテレパシーを送ってきているんだ。姉ちゃんはまだ生きていると。この洞窟の下の階で台の上に縛り付けられているって言っている。早く助けなきゃ。じゃないとダークレイスの魔物がやってきて姉ちゃんを食っちゃうかもしれない。よし、下の階か。
結構広いぞ。そしてなんかボス戦ありそうで怖いね。ちょっとまたレベル上げか。そして装備もちょっと買い揃える必要があるかな。ちょっと広くてわけわかんなくなってきたぞ。あれこっちから来たんだっけ？ぐるっと回ってきたのかな？やべえ、迷ってしまった。あれでも上に上がる階段？あ、なんだ出口か。じゃあ一回帰ろう。そんでついでだからアスクに飛び道具を買って買ってあげたいんだけど、お金があんまりないし、300か。ショートボウ、あーちょっと足らないね。そうでやんすな。ちょっとお金貯めるか。なんかもうちょっとで買えるんだったらお金貯めた方がいいでしょう。さーてと、これで迷っちゃうようならマッピングやっぱするしかないかね。なんかでも実際はそんなに広くなさそうなんだけどな。いや広いな。出口のところでなんていうの張ってるのはちょっとずるい気もするけど、まあ、それも奴らの作戦なのかな。あ、安全そうだ。いや休憩はいいですね。あ、休憩ポイントもあるし、やっぱりマッピングしたいね。ここも安全そう。ここに来て安全な部屋いっぱい出てきたな。あれ？
一応ね、さっきマップとかを公開してる人いないかなと思って軽く検索してみたんだけど、攻略ブログを書いてる人はいたんだけど、マップまで載せてる人はいなかったね。だからまあ自分で作れってことなんでしょうけど、もうゴブリンごときだったらなんか遠隔攻撃する必要なさそうだな。あれ、なんかこの部屋怪しいんだけど何にもないんだよな。ないね。わあ、階段ありましたけどね。わ、なんだこのファルコムっぽい曲は。お、いいね、この曲かっこいいね。いいですよ。どうしよう、ここでセーブした方がいいかな。お、かっこいい、かっこいい、この曲好きです。突然アスクが叫んだ。これや、姉ちゃんからのテレパシーだ。姉ちゃんはまだ生きてるぞ。この奥だ、このすぐ先だ。姉ちゃん、もうちょっとの辛抱だよ。今助けに行くからね。よし、じゃあここでセーブしようか。いきなりかよ。デーモン、かっこいいね。あの眉間のところがちょっとキャシャーンみたいでかっこいいですね。さてと、魔法使ってくんのか。魔法防御、あ、じゃなくてこれか、ファイヤーレジスト。こいつファイヤーボール使ってくるから。で、風魔法を使う。お前は殴る。わ、効かない。あー、ファイヤーレジストしてても、このダメージか。結構厳しい。で、風魔法効かないしだな。殴るしかないんだな。そんなバナナ。ちょっと攻略を見つけないと無理なのかな。なんか効く魔法があるのかもしれない。ちょっとそれを調べましょう。12か。何が効くんだろう。水魔法。この回はちょっともうそれを調査する回ですね。
どれが一番マシだったんだっけ。火の魔法を使ってくるし、火は効かないとは思うんだけど、効かないわな。マジックミサイル、あー効かないね。そうすると何が一番効いてた。あとなんか有効そうな魔法、ファイアレジスト、火の攻撃魔法に対して守備力を上げる。やはり、てかさ、こっからすぐに続きができないのがちょっとね、この時代のゲームって感じがしますね。これ何を押しても再開されないんだけど、なんだろう、なんかコマンド打ち込むと続きができるとかないのかな、セーブしたところから。よっしゃ、再開します。前もって魔法かけとくこともできるんだよな、きっとな。まずはファイアレジスト、そしてあとマジックシェル。わあ、もう MP がほとんどないじゃん。マジックシェル、あれ1個しかかけらんないのか。そいつはいかん。リセット。そういうことですか。じゃあやっぱファイアレジストにしておいた方がいいよな、きっとな。一応9821でもつなげてるんで、9821でもどんな速度になるのかちょっと試してみたいね。ワンドライブでもできんのかな。ただね、9821の方だとね、FM 音源ならないんだよね。よし、じゃあファイアレジストかけて、で、もう殴るしかないのかな。とりあえずシオンは、どれが効いたっけ。ライトニングボルトだっけ。あとは殴るしかない。効かねえ。お、当たった。なんだかんだでアイスが一番効いてますね。頑張れ。もしダメだった場合はレベル上げるな。アースク185って、そら死んでまうわ、死んでまうやろ。
よし、タフさん。アスク死んじゃったけどね、お姉ちゃん助けたのにアスク死んじゃってるって大丈夫なのかな、イベント的に。105ゴールド。部屋の奥でフレイヤが台に縛り付けられている。どこや、どこ。ん、フレイヤを縛り付けている縄は意外と簡単にほどけた。自由になったフレイヤはシオンに抱きついた。アスクいないからかな。ああ、助けに来てくれるなんて、シオンさん、本当にありがとう。お前、自分の弟が死んでるんだが。絶対神オーグ様、そしてこの世の5つの要素を司る神々よ。この幸運に感謝いたします。ああ、アスク、私のためにこんなことになってしまって。さあ、町へ帰りましょう。ここは危険だわ。あのね、このシナリオ、っていうかこのゲームのシナリオって結構柔軟性あるっぽくて、先日このジャックが仲間になる時の情報を、俺はね、確か神殿で神父様にね、その情報を教えてもらったんですけど、他の人のブログ見たらね、酒場でなんかその情報を得ていたんですよね。で、セリフも微妙に違ったりとかするんですよ。何気になんかこのシナリオ、なんていうの、その分岐が多いのかもしれないですね。グズグズしているともっと強いダークレイスの手下が襲ってくるかもしれない。それはやばい、もうかなりやばい。とりあえず休憩ポイント、あーなんかいる、ここに出てきてもらおう。フレイヤさん、レベル高い女性だったんですね、案外。ん？あ、シオンね。そうだな。武器はどんどん上げた方がいいと思うんだよね。あとはやっぱ魔法耐性も上げとかないとやばいか。あとは、適当に。今、このダンジョンはね、水に弱いやつ多かったから、今度は、違う投げといた方が良さそうな気がする。風はアスクが覚えるから、光さんになってるか。悩ましいですね。光にしとくか。いや、光は3になってるから、あー、じゃあ水、あと1回、あ、そっか、じゃあ防御、アスクとシオンのレベル差がどんどん開いてっちゃうな。あそこに休憩ポイントがあったな。よし、休憩して、そしてアスクを生き返らせてやるか。でも生き返らせると MP0 になるんですよ。なんかどうもね、じゃあどうやって調べるんだろう。なんかブログによると回復魔法は消費がなんか600いくつとかなんかそんな感じで書いてあったんだけど、どうやって調べるのかな。あ、フレイヤは装備は、あ、全然装備してない。か、魔法、あ、水の魔法が使えるんだね。なるほど。そしたら魔法、もう一回休もう。
よし、これで安全に帰れますね。まあ道もなんとなくは覚えてるから行けると思うんだけど。おお、前の親玉は倒したぞ。いやでもなんか思ったよりもサクサク進んでくれるゲームでよかったな。まあここまではね、まだプロローグに過ぎないのかもしれないけど、あれ？よし、合ってるな。オッケーオッケー。よし、これで右行って出口と。これで町の人たちからも信用されるようになるかもしれないね。あんたがシオンさんか。ああ、なんだ。ちょっと、ねえ、まあいいや。お姉ちゃん倒したことに対して、こうし、なんか、おお、お前が助けてくれたのか、ありがとう、みたいなね、そういう話があるのかと思ったんだけど、ないんだね。神殿ちょっと行ってみようかな。ああ、お姉ちゃんのことはもう全然、眼中にないんだね。お前らが神殿じゃねえや、生贄に連れてってさ、でもそれを連れてきちゃったんだから、町の人たちにとっては、おいおいおい余計なことすんじゃねえよ、みたいな、そういうことかもしれない。逆になんか村人たちに襲われてしまうかもしれないよね。俺はこの家の家主のアバンだ。ダークレイスに逆らって生贄を取り戻すなんて、全くなんてことをしてくれたんだね。やっぱりね、そういうことだよね。こんな奴らに家を貸していたことが知れちゃこっちの命が危ねえ。たった今、この家から出て行ってもらうからな。ほらほら、さっさと荷物をまとめな。家主に追い出されてしまった。あらま、行くところがなくなっちゃった。どうしましょうか。酒場はやってないし、墓地、ジャックの家に住まわしてもらう？いやいや、そういうことじゃないんだよね。どうしよう。行く先がなくなっちまった。どこで寝泊まりすりゃいいんだよ。神殿助けてください。なるほど、そっか、分かったぞ。あの家に帰ると何回でも無料で回復できたけど、これからはそれができなくなったよってことなのか。てか、町の人に信用されるどころか、町の人には不審者扱いだよ。もうむしろ犯罪者扱いだよ。で、これからどうすりゃいいんだ？お姉ちゃん助けるのが今のところ目的だったからな。行く場所がないね。とりあえず宿屋行ってみようか。泊まりですか？ま、泊まる必要はないんだけど、何かイベントが起きるかもしれないから泊まってみよう。何も起きない。よし。でも夜になったから、これで酒場に行ってみようか。
お、君が生贄になりそうになった娘を助け出したシオンさんかい。お前家主に似てるな。おお、やはりそうだったか。俺もダークレイスにはひどい目に遭ってるんで、仕返しをやりたい、仕返しをしてやりたいと思ってるんだ。でも残念だが俺には何もできん。その代わり耳寄りな情報を教えてやろう。とっておきの極秘情報だぜ。ガルグンドって老人がこの町の外れに住んでるんだがな、この老人は10年ほど前までお前さんと同じような力を使ってダークレイスと戦ってたそうだ。今じゃ老いぼれて家に閉じこもったきりだがな、きっとダークレイスの復讐が怖いんだろう。そうそう、妖精のピクシーがたまに訪ねてきて身の回りの世話をしているそうだ。あのガルグンド爺さんならダークレイスについていろいろと教えてくれるに違いないぜ。え？俺だって。あ、そっか、悪いな。それじゃあ一杯おごってもらうとするかな。男は酒をうまそうに飲み干すと酒場の外に立ち去っていった。なかなかいいやつだね。旦那、一杯やっていくかい。よし、いただこう。よし、じゃあ早速ガルグンド。ん？あ、もしかしてシオンさんじゃないですか。あ、よかった、やっぱりシオンさんだわ。私はこの町に住むライナと言います。実はお願いがあるんですが。昨晩私の姉のエレナが赤ん坊を産んだのですが、おめでとうございます。難産だったせいかひどく衰弱してて、父も飲めずにますます痩せ細っていくばかりなのです。まあそんな早く乳出ない場合もありますからね。そういう場合は米の研ぎ汁を布に浸してチュパチュパさせるといいですよ。このままではここ数日中にでも死んでしまいます。ああ、赤ちゃんね、そういうネタやめて、今リアルタイムに。お医者様の話では白キノコがあれば助かるそうなんですが、白キノコは地の洞窟の中にしか生えていないのです。栽培したら。今地の洞窟の中に入っていけるのはあなた方だけだと誰が言ったんだよ。お願いです、どうか姉さんと姉さんの子供のために白キノコを取ってきてくださいませんか。報酬は、報酬は、白キノコは地の洞窟の中にある洞窟の中にある沼地に生えている普通のキノコが昼の特別な時間帯だけ白キノコになるんだそうです。ああ、もう私は姉のところに戻らなくては。それではくれぐれもよろしくお願いいたします。ライナはひどく慌てた様子で走り去った。なるほど、これがクエストが重なってきて何をしたらいいのか分からなくなるっていうやつか。ちょっとメモしとこうかな。あれだな、専用のメモを作ろう。ウルティマとかで使ってるソフト、あれを使いましょうかね。ゲーム画面上には出てきてないですけども、じゃあこれでメモしていこう。まずは、じいさんの名前なんだっけ？グルガンド？あれ？違うような気がするけど、グルランド？じいさん。あと、白キノコ。これは地の洞窟だっけ。で、湖、地底湖か、地底湖付近のキノコが昼の間だけ白キノコになる。母親と赤子を助けると。よし、じゃあじいさんとこ行きますか。ガルグンドだった、似てた。グルランド、あ、全然違う全然違うけどなんか雰囲気は似てる。グルランドじゃなくて、ちょっと消して
ガルブンド。誰だ貴様、見かけない顔だな。ん、そうか、ダークレイスの手先だな。何、違うとな。それじゃ何のためにここに来たんだ。わしを騙そうとして桃田じゃ。さっさと帰ってくれ。ガルグンドに追い返されてしまった。違うやで。おじいちゃん、違うやで。わしを騙そうとしても無駄じゃ。そっか。こいつの信用を得るために白キノコをゲットして、噂になる必要がある。噂の男になる必要があると。ということですね。じゃあ、とりあえず区切りがいいんで、今回はここで一旦終了にしましょう。セーブして。はい、じゃあ次回からは、地の洞窟かな？地の洞窟。ですね。はい、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。面白かった人は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではでは、またお会いいたしましょう。さようなら。